コロナはアメリカ合衆国カリフォルニア州南部リバーサイド郡の都市である。2000年国勢調査による人口は12万4966人だったが、2010年では15万2374人と22%増加した。乗ること、リバーサイドの各市が北東に、チノヒルズとヨーバリンダの各市が西にあり、南西はクリーブランド国立の森がある。 その他の市境はすべてリバーサイド郡の未編入領域に接している。コロナ市は、市の真北にあるイーストベールの地域を含んでいない。イーストベールは、リバーサイド郡と関連がある未編入領域であるが、コロナの郵便局がイーストベールも管轄しているので、その住民の住所はコロナで始まっている。1886年。 南カリフォルニアの柑橘類ブームの高調時に設立されたコロナの町はサンターナ山脈を抜ける唯一の重要な峠であるサンターナ川キャニオンの上端に位置するという利点があった。かつては世界のレモン首都という肩書きを主張したこともあった。市内にある博物館は地域経済における以前のレモンの役割を展示している。この町は サークル都市という愛称があり、これは通常の格子状配置道路が直径1マイルの環状グランドブルバードで取り囲まれているという一種奇妙な街路配置から来ていた。この街路配置はオレンジ軍の初期開発に影響力ある人物だったアナハイム出身の土木技師ハイラムクレイ・ケロッグが設計したものだった。1913年。 1914年及び1916年の3度、この環状グランドブルバードで国際的な自動車レースが開催された。近年のコロナはインランドエンパイアと呼ばれるロサンゼルス都市圏内陸部の入り口として知られてきた。1980年代の以前は大部分が柑橘類の果樹園、牧場及び落農農家で占められる農業社会だった。 ロサンゼルス軍とオレンジ軍の土地価格が高騰したことによりコロナの地域の土地が開発者や工業資本家にとって格好のものとなり1990年代後半までにロサンゼルス市の主要な郊外市と考えられるようになったコロナはオレンジ軍とインランドエンパイアにある大都市のベッドタウンになってきた市内の商業と工業の開発は リバーサイドフリーウェイによるアクセスの良さで加速され、多くの会社がオレンジ軍を去ってその従業員の家屋に近いコロナやリバーサイドに移転した。近くのチノバレーフリーウェイが建設されてコロナとポモナバレーやサンガブリエルバレーとがつながった。2002年、市政府はリバーサイド軍から分離し、独自のコロナ軍を創設する案を検討した。これは市政府と住民の一部が 近隣地域で行われる軍政府のサービスに満足していなかったからだった。この時、リバーサイド軍西部のマリエータなどの都市もコロナ軍に含める検討がなされた。近隣のノルコなどの都市が新しい軍に含まれることになるかについては不明である。この新軍は北西にサンバーナーディーの軍、西にオレンジ軍と接することになっていた。 コロナ市は2008年11月のフリーウェイ参加時で初めて影響を受けることになったが火災はヨーバーリンダとコロナを結ぶ線に進んだ。コロナは北緯33度52分31秒整形117度33分56秒北緯33.87528度整形117.56556度 33.87528-117.56556に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は35.2平方マイルであり、このうち陸地は35.2平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.06%である。コロナの冬は温暖で夏は暑い。豪雨の大半は冬と早春にある。 冬の低温は、霜が降りるほど冷え込むことがあり、山岳のふもとでは稀に降雪がある。冬は快適であり気温は、下肢65度ほどに止まり、稀に、下肢70度台にまで上がる。夏は暑く平気にして、下肢90度台前半である。暑い月は、昼間の温度が、下肢100度を超えることも多い。近年、リバーサイドフリーウェイにおける、 通勤の渋滞を減らすためにコロナの週刊高速道路15号線とオレンジ群の週刊高速道路5号線や修道55号線をつなぐサンティアゴ峠を潜る延長10マイルの自動車と高速鉄道用トンネルを建設する提案がある。いくつかの企業がコロナに本社を置いている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カリフォルニア州議会では 上院の第37及び下院の第71選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第44選挙区に属し、クック投票同行指数では共和党プラス6となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。市内にはチノバレーフリーウェイ、オンタリオフリーウェイ、リバーサイドフリーウェイが走っており、さらには メトロリンク通勤鉄道の91線がある。市中心街はグランドブールバードに取り巻かれており、深淵の道路は大変特徴的である。直径はほぼ1マイルである。コロナ市民空港があり、滑走路は3200フィートである。2008年1月20日、コロナ上空で小型乗用機2機が衝突し、乗っていた4人全員と地上の1人が死亡した。 過去10年間ではコロナの周辺で5件の飛行機衝突による死亡事故があった。2005年時点でコロナ地域医療センターが基本的救急医療を備えた総合救急病院となっている。AT&T が市内の電話サービスの大半を担っている。南カリフォルニアエディソンが電力の大半を供給している。市の一部は コロナ市水道電力部が供給している。コロナ市はコロナのルコ統合教育学区の一部である。コロナ市にはコロナ高校など8つの高校がある。中学校は7校、小学校は31校ある。市内では多くの異なる宗教が信仰されている。プロテスタントの場合は多くの主流及び福音派の宗派がある。ローマカトリック教会ではいくつかの教会がある。 コロナとのるコのイスラム教社会がモスクを持っており、ユダヤ人社会は土地を購入して、シナゴーグを建設している。末日聖徒、イエスキリスト教会の教徒も多く、市内に多くの教会を持っている。アジア系アメリカ人が流入し、仏教、儒教、ヒンドゥー教、神道、および道教など、東洋の宗教を信ずる者も,も増えた。ありがとうございます。